ライジオネス、すぐね、今日もやっていくんですけど、今日はね、チャレンジのね、攻略をね、久々にやっていきたいと思います。ということでね、今日やっていくのはこちら、ファンタジーロワイヤルチャレンジということでね、このチャレンジはですね、プロ、世界大会出場が決定したチーム、8チームからですね、全チームがこう違うデッキをこうね、一押しの一番強いデッキっていうのをね、8個用意して、それで、を、ランダムに引いてね、それで戦い合うっていう、ね、チャレンジですね。ってことでやっていくんですけどね。さあ、ということでね、このチャレンジはね、攻略方法があるんですよ。そう、それはね、もともと、用意されている、8つのね、デッキをすべて把握するということでね、その把握する方法あります。さあ、こちらのね、地球儀を押していって、こっちのね、e スポーツタブから、この2個目の急所チャレンジですね。これを選んでいくと、こう、全部のね、チームのデッキが載っていますと。いったところで、まずね、ノバから見ていきましょう。はいはい、エリババジンギですね。まあ、やっぱりね、こういうチャレンジ、全部のデッキが、こうね、ちょっと種類の違う感じのね、デッキになるんですよ。まあ、これはジンギですね。うん。まあ、ジンギデッキ、はいはい、大体分かってきましたと。さあさあさあ、おー、大体、あ、ポノス最強デッキ。まあ、ポノスはね、やっぱこう、KK とか、まあ、麦とかがね、こういう回転の速いデッキを使っていくから、まあ、2.0 ウォールブレイカー。まあ、で、しかも今回のね、チャレンジね、2.0 ウォールブレイカーね、強い可能性があるんですよ。それをね、後でね、語っていきたいと思います。だんだん分かってきた。次になるのは、はい、チエンスケラ。まあ、やっぱりね、こういう、まあ、使いやすい、まあ、そしてこう、中量級のデッキ。はい、だんだん分かってきました。ジンギー、まあ、2.0 ウォールブレイカー。そして、チエンスケラと来たら、次はもう大型でしょう。まあ、ゴレか。まあ、エレジャイかね、ラバとかがね、来るんじゃないですか。だんだん分かってきたよ。Why Japanese people 嘘だろーって感じなんですけどね。そう、バブがね、2.6 オグなんですよ。あー、もうこれはね、ただやりたかっただけですね。はい。2.6 ウォールブレイカーなんですけど、なんもJapanese people Why ではないですね。まあ、普通に 2.6 でしょうと、いった感じですね。さあさあさあ、まあ、ここからね、ウエスト編入っていきたいと思います。いやー、ここでね、ウエスト、おー、まあ、ノバと同じようなデッキですね。まあ、最初はやっぱね、ウエストも、イーソもやっぱ人撃を紹介するっていうのは決まりがあるんですかね。はい。だんだん分かってきた。で、そして次に、ババゴヤスキャラですね。まあ、ここはやっぱ使いやすい。ババゴヤスキャラ、チームクエストね。やっぱり強いチームっていうのは、こういうね、チーム、デッキを提案してくるね。やっぱさすがですね、チームクエスト。さあと。ここでね、はい、ロイジャイが来ました、ロイジャイ。まあ、トライブゲーミングはロイジャイをね、進めてくるといったところで、なるほど、ロイジャイね。はい、だんだん分かってきました。ってことは、次に来るのが、まだ大型デッキが紹介されていない。次は、ラバか、ゴレか、まあ、エレジャイが来るでしょう。さあ、見ていきましょう。うわーい、ジャパニーズピーポー嘘だろーって感じなんですけど。さあ、ということでね、はい、一番安牌のメガナイトスキャラですね。まあ、このメガナイトスキャラですね、多分ね、めちゃくちゃ使いやすいです。はい。なんですけど、これをね、見て皆さん、一つ気づくことがありませんか？天才の方ならもう気づいてる。そう。やっぱりね、このデッキ、どれを見ていってもウッドがないんですよ。まあ、ファブの 2.6 オグにだけウッドが入っている。つまりですよ、ポノスの提案したこのデッキ、ファブのね、2.6 ホグさえ引かなければ、もう必勝です。必勝。もう絶対勝つことができる。しかも、このデッキですね、2.6 を引いても、やっぱコウモリがね、奴ら雪玉とか持ってないんで、コウモリが無双するといったところでね、このデッキを引いた時点で皆さん、勝ち確定。おめでとうございます。はい、ということでね、ぜひ、今からね、チャレンジ、無敗でクリアしていきたいと思います。どうぞ。まあ、今回ね、いろいろなデッキ俺が引くと思うんでね、それのまあ、来た、うわ、こいつ、この運営わかっとるわ。さあ、こいつとか言ってやべえ、縛かれる、頭ペシに行かれる。さあ。とりあえずこれ、アイゴレ逆性誘導かなと見せかけてのスケ。で、こっちですね。吹き矢でぶち縛いていくと。よいしょ。OK、あれちょっと怪しいな。さあ。これスケからのアイスピー。これでもザップなかったんで、このデッキ。マジアチャとかなんですよね。マジアチャなんで、内側ディガーでやっていきましょう。さあ。いや、これ結構きついよ、相手。よー、刺さった。来た。さあ、いいよ。さあ、ゴースター、お得意様ですね。そこでもし言うの来ても、スケで縛くことができる。さあ。で、あいつね、エレキですね、エレキ。エレキは、アイスピー1枚でね、完封できるんで。よいしょ。で、ここでタルババさっき使ってたんでね、ぶち込んでいく。
はい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 、ぶち込むぶち込む、まあ、こんな感じで、ね、序盤にめちゃくちゃ有利取る。で終盤こう形組んでくる系の相手には結構厳いんで、こういうの足してきたら、そうですね、ディガウッドでいきましょうか。いやこれスケウッドでいいな。 OK、 ちょっと許容していきます。で今はじゃじゃ切ったんで、エレキ出して、 OK、 それは美味しい。ワンチャンヒースピとかエレキが来るかもしれないので、これ出していって、アイゴルからの頭にエレキが来るかもしれない。前目に。で、これスケ出していきます。さあ、いいよ。処理処理オッケー。さあ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 、これどうしようかな。これさ、セパウォールブレイカーで釣っていって、これアイゴル逆サイドできますね。オッケー。で、ディガー出していって、もう一回セパウォールブレイカーと。おっと、これはエレキ来そう。よいしょ、ああそっちに来た。さあ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 、バカーン、オッケー。さあいいですね、いいですね。これ吹き矢低めからのちょっとした許容してあげましょう。オッケー、オッケーオッケーオッケー。いやめっちゃ育ってる、めっちゃ育ってる。来た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 。これもうガンムシ、俺サンクラいきます。サンクラやっぱ男たるものね、サンクラしか見ちゃいけんということをね、麦に教わったんでね。さあさあさあ、いきます。ダーン、サンクラと、いったところでね、さあグッドゲームしていきましょう。やっぱね、人間愛想よくやっていくのが大事といったところで、ね、さあさあグッドゲーム、さあさあどんどんいきましょう。このデッキね、そう神器とかに多分ね相性いいと思うんですよ。そうなんでこのデッキ割と引いたら勝ちまであるかもしれない。さあ、ロイジャイですね。ロイジャイライトニング、これどこのチームだっけな、トライブとかだった気がするんですよね。さあ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 、やっていきましょう。うわ来た、ちょっと、いやー強えな、ポノスのデッキ強えな、マジで困っちまうんだよな、ポノスのデッキ強すぎて。さあ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 、ここねどうしていこうかな。でも相手ワンチャン慣れてなかったら、こうヒースピー、コウモリ来る、コウモリ来る、こねー、畜生、マジかよ。いやーこれアイゴレ、まあいいや、どうしていくか。コウモリディガーがちょっと安ね。まあ、ただ、こっちごぼうりあるんで。まあ、これでね。いや、美味しい。これ、コウモリかな。アイゴリ逆サイ誘導か。おー。からのコウモリ？全然コウモリ、これ。嘘でしょ？もっと出していいのに、絶対。オッケーオッケー。これ、コウモリと吹き矢を連続で裂いてるんで。オッケー。いや、いい形、いい形。こうやってユニットのカウンターを決めるのが多分相手からしたら割とめんどくさいですね。アイゴレからの、これコウモリだと思うんですよ。で、ここでアイゴレ切ったんで、これ、受けがないんで、ここでベビーを足されるのが絶対きつい。そうそうそう。スケ、フキア、コウモリぐらいしかないんで。さあ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 、いいよ。で、ここは一旦待って、ディガーが来なかったらワンチャン強でもいい。あ、やべ。これスケ、アイゴルかな？うん。さあ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 。からのウォールブレイカーがワンチャンある。これ結論いけますね。で今ディガーが切ったばっかなんで、これウォールブレイカーしまい来たら、オッケー。アイスピーにも当たるようにしてあげて、オッケーオッケーオッケー。ほんでもって、ここね、だいたいロイっていうのは結論をね、基本的にしておけば A っていう感じなんで。さあ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 。あれでめっちゃ当たってる。当たってる。来た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 。サトリトンで引っ張ってあげて、さすがにね、引っ張らせてくれんと。まあ、これでウッド来るかなと思うんですけどね。来ない。よいしょ。さあさあさあ。じゃあウッド来ないんでね。これライト。ライト打っていいっすね、これ。よいしょ。オーケー。で、あとはコウモリが、竹取りからのコウモリが来るかな。なんでこれ、ベビーダル足してあげて、いやー強いなー、強い。まあ、ポノスのね、デッキが多分一番強いんですけど、まあ、それよりもね、ちょっと申し訳ないんですけど、なんか、俺が強かった。って感じなのかな。なんかあんま言いたくないですね。こういうこと、結構こう自分のなんか、実力アピールするようなこと、俺あんまり言ってこなかったんですけど、今まで。なんですけど、やっぱ俺が強かったかな。うん。さあ、行きましょう、どんどん。さあ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 。あ、やべ、全然聞いてなかった。これ良くないですね。これ次からちゃんと見ます。神器ですね、神器で。しかも、この神器2種類あって、
工場入ってるパターンと入ってないパターンがあったんですよ。いやホグはやべえ。ホグはね、人気のマジ敵っすからね。あ、もうやばいってそれ。265、このね、ファブが、この忌まわしきデッキをね、提案したということでね。もし負けたらね、ファブの頭ペシンいっときましょう。さあ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 。よー、すげえなー。すげえ、回転でぶん殴ってきますね。これすげえ。寄せてあげて。よいしょ。痛い。お前待って、ああやべえ。これはやべえ。おい、いいね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 。さあさあさあ、ぶち入ってる、ぶち入ってる。さあ、いい、悪くない、悪くない。さあさあさあ。しかも、このホグね、エリババ、工場がないパターンの方が絶対やりやすいですね、俺。もしホグ来ても、いやー、でかい。これ、ゴーストの範囲来た、入った。これ、エリババ2発で、倒せる。オッケー、来たー、完封。ここで、相手は、ワンチャン真ん中、アイゴレ誘導かな。でも、スケ、これめっちゃ出しにくいんだ、相手。ファイボー持ちにくい。勝ったな、これ。勝ったな。ぶち込める、ぶち込める。さあ、いけ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 。ゆっと切ったんで、これ、ヒスピ追加してあげましょう。で、タルバも追加。さあさあ、いいよ。あ、しかも、これ全部回復するんじゃん。全部回復。お前、なんでそっち行くん？やば。そう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 。ただ、入るぞ、入るぞ。さあ、ゴーストの後ろに隠れて。いい、来ました。サンクラー。はい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 。へい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 。やべ。ヘイガニの、俺の中のヘイガニが出てきました。さあ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 。さあ行きましょう、どんどん。いやーこれね、あ、ちょっとやべ、俺癖で落ちちまう。来た、ファブ、ファブのデッキだ。俺ね、26この世界で一番うまいってね、名高い男なんで、ね、さあここね、ローリングとね、ぶっ転がしていきましょう。さあ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 、相手のデッキは出た、あれですね、神器の工場があるビージョンですね、ビージョン。さあさあさあ、ここはね、アイゴレでマジェチャの蓋をしていってからヒースピー止めてあげましょう。よいしょ、よいしょ、バーン。さあ5打っていって、ただね、これ、エリババがね、やっぱ良くないんですけど、相手はでもファイボがないんで、もう低めマツキからのスケとかがね、やっぱりだるいと。よいしょ。これ、前来られてね、マスケぶん殴られたらちょっと嫌なんで。さあさあさあ、ここはね、いやでも、エリババぶち込まれたら嫌っすね。ゴーストか。割ときついか、このデッキ。割ときつい説ある。これでも、ユーノがいない？ユーノがいないっぽいっすね。やべえ、これ普通に。このデッキ。スケないと大変っすね。でスケとアイゴレが大事だから。ここはスケでいいな。マスケいるんで。さあさあさあ。でも言うのがいないっすね、このデッキ。なんで、いや、マジで出してくれるのはマジで美味しい。じゃあ、ここは5打てる。で、もう1枚どうせ出てくるんで、ここはアイゴレカバーしないで。OK。アイスピードカバーしていく。OKOK。で、これ2発。うん。これはアイゴレでいいですね。もし何か来たら大砲置きましょうか。うん。連れてけ、連れてけ。いっぱい連れてけよ、お前。ノーン！やばい、それは。やべ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 。やば。これは、一回アイゴレつけて、このこいつを殴った後にスケ当てる。やべ、いった、めちゃくちゃいて、めちゃめちゃ下手だ俺。26をゲロ吐くぐらい下手っすね俺。やべやべやべ、工場来たらやべえな。アイゴリ逆サイド、アイスピ逆サイド。はい、うまいうまい。この延命だけね、マジアチャの延命とかに慣れてるから、この、なんか足前の延命だけはちょっとうまいんですけど。いやいやいや、もうマスケマジアチャでいいんじゃねえかと思っちゃうんですよね、こんな。やばいやばいやばい、お前。いいよ、こっからホグ無双来る。え、待って、エリババねえタイプ、もしかしてこれ。うわー、マジかよ。考えるだけ損だった、これ。いいファイボ。いや、さすがにいいファイボ。来た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 。いいぞいいぞ。やばいやばいやばい。こっちょっと。危ねえ。さあ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 。これホグ投げるだけ得しそうだな、普通に。こういう時になってもホグ投げるだけですもんね。ホグファイボ行くぞー。エリック来る。さあ、ウッドも転がしていって。
マジャチャカムート来る。さあ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 、来た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 、これ一発絶対入るんで、勝ったっすね、これは。いやー、相性悪かったかな、これ。相性悪かったかもしれん。相性が。ドーンバモースということでね。さあさあさあ、このバモースっていうのはね、なんか海外ではね、なんかなんだろう、来たーみたいなね、勝った時とかによくバモース叫んでるんですけど、もうそれをね、ただ真似をしてね、煽ってるだけでございます。さあ行きましょう。何のデッキだ ?SK ガーミング。あ、これ SK のデッキなんだ。なるほどね。エリババが入って26とか引いたらめっちゃきつそうだったけど、でもなんか受け子勝ちさせれば割といけそう。さあ、U の出していく。なんだナイト。あ、遅延スケラですね、これ。遅延スケラ。どっか、WDGM だった気がする。遅延スケラ。これでもナイト切ったんで、いいっすよ。マジェちゃんも出していく。さあさあさあ。タルババ切っていた。いいねー。さあ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 。オッケーオッケー。ぶち入った、ぶち入った。オッケーオッケー。完璧完璧。さあさあさあ、いいっすよ。初手から追っていく。ただね、このデッキやっぱ、遅延スキャラとかに対して終盤やっぱね、めっちゃ入んなくなっちゃうんですよ。なんで、ホワイトの時はナイトっすね、今。ナイトがあるんで、ケツムートっすね。これケツムートから入りましょう。オッケーオッケーオッケー。ほんでもって、次に、タルババがここで来る。おっと?タルババが来ると思うんですよ、俺。なんで。オッケーオッケー。これで陸がそうですね。これしかないんで。でここで、この、ボンブタワーを壊せば、さあ、内側に寄せて小嬢ババ出すことによって、ベビドラをね、ここら辺に出させることができるんで、それを、マジでぶち抜いていく。うわぁ、相手ちょっと上手いか、さては。ちょっと警戒してる感ありますね。で、ムートがあるんですけど、ムートからのタルババの順番なんで、ここ、オッケー、これでかい。これタルババ多分先来ないですね。ムートが、あ、そうですね。ナイトが来て、タルババですね。なんかワンチャン超えてくんねえかな。あー、超えない。なるほど。さあ、ただ相手は、ここは、あと1枚でトルネなんで、ああ、オッケーオッケー。まあ、ただ、あいつがいたらトルネできないから、これはボムタワー、オッケー。来た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 。さあ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 。で、これで、ベビドラが来そうな顔してるんで、これちょっとカバーしてあげて、さあさあ、いいよ。両サイ振りたいんで、エレキ、ここで、やって、ここ、延命。オッケー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 。完璧完璧。いや、いい。いいよ。工場ユーノ行きましょう。右にナイト出てきたらユーノ足せる。オッケー。やべ、全然。あ、でもいい。いや、いい両サイ、いい両サイ振り、いい両サイ振り。やっぱ陣に慣れてていいっすね。そうそう。圧倒的になんか26億とかよりも慣れてる。慣れてるのが見受けられるです。さあ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 。いや、ここはね、ただ工場を先に咲かせりゃええんで。おっと?工場じゃねえ。ボム咲いたらもう終わりっすよ、こいつ。で、これであとはタルババカバーするだけなんで。オッケー。はい、来たー。グッド?グッド?ゲームと。はい、行ったところでね。さすがにね、もうマルチデッキに等しいですから、陣際は。もうね、ちょっと実力差出しちゃいましたね。ちょっと水飲んでいきます。やっぱ今、俺がこう、SK ゲーミングのデッキとかを使ってると、やっぱ僕がこう SK になって気持ちになれる。まあ、そんなね、やっぱ素晴らしいチャレンジを、実装してくださった感じだった。大事なところで。実装してくださった。スーパーセル様。やっぱり違いますね。ここが違いますね。スーパーセルさん。見てますか?スーパーセルさん。さあさあさあ、デッキ見てなかったな、俺。お、来た、ポンスの最強デッキっすね、これ。初手ウォールブレイカーセッパー、アンパイ、おすすめっすね。おっと、おっと、おっと。さあ、これ、顎出ししていって、で、ヒースピー、アイスピか。ちょっと、でもこれ、相手のもヒースピ切ってたんで。よいしょ。タル切った。ディガウォールブレイカースケー、これ、エレキ来るんで。おっと?はい。のけぞらしていく。オッケーオッケー。これは吹き矢アイゴレで受けられそうですね。
オッケー。でこれはなんかが来る、まあ、ゴーストが言うのですね。工場マジ、これヒースピ来たらちょっとやばいですね。ヒースピ来たらオッケーオッケー。いやちょっとだるいそれは。やべやべやべ、オッケーオッケーオッケー。いい受けいい受け、いい受けにも程があるし。でこれでエレキしかないと思うんでコウモリ追加します。オッケーオッケー、一発入るし、このエレキも処理できルーンオッケーオッケー。いや言うなでかい。いやまあアイゴレでちゃんと受けていきますから。コスケ足していって相手にホタルババ切らしたらでかいな。さあいいよ、殴れ殴れ、ぶん殴れぶん殴れ、リンチしろリンチしろ。そうそうそう、うん、ホームウッドとか足されたら、ああ工場か、まあ、ならいいですね。やべ声がガラガラになってきた。よいしょ、吹き矢を延命して、これは足さないですね。スタルババが来る、 OK。 さあここでウォールブレイカー釣りしていって、ではここはもう一枚出てくるはず。でこう下エレキから入っていくと。さあいい関係いい関係。ここら辺にまあ絶対来ると思うんだけどな。来なかった、よいしょ。ああお前やべえ。それはこの U の低めアイスピで許容して、オッケー完璧。さあ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 いいよ。いやーマジか、これすげえ囲める。やべ、オッケーオッケー、やべえマジアチャがやべえ普通に。やばいやばいやばい、あぶねえ。ちょ待って、攻めらんね攻めらんね。ウッド削りするか。これまた低めムートからマジアチャが来ますね。ここウッド2周でマジアチャ倒せる。やべウッド2周できねえ。これ吹き矢からの、さあ来たー、オッケー、ウッド2周回ってたんで、ね、来ました来ました。よし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 いや、 やっぱポンスのデッキが一番強い一番強い。さあさあさあ、あー来た WEDGM の遅延スキャラですねこれは。さあ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 、おっとこれ迷うな。ババゴヤスキャラあったんだよな唯一の地獄相性じゃないですかこれ。ババゴヤスキャラダメでしょ、しかも所定後ろにババゴヤスキャラはヤンキーっすよ。いやーこれ樽からの棒ポイしかねえな。やだなーこれ棒ポイ打つの。こでも相手さすがにエリないと思うんですよこれ。打てて棒、いや来た、これはいい。いやでも樽あるか、いやタゲ、あナイトからタゲ打つってやべえ、これ普通にやべえ。でこれ俺はベビーでキング起動をしなきゃいけないですね相手の。あいい、めっちゃでけえこのタイミングで壊れんの。ケツアイスイーズで無限回収できますねこれ。さあさあさあ、いやこれでもベビーも必要そうだな。まあ多少ダメージ食らってもいいんで。いや強い強い強い、範囲攻撃コンビ強い、際どい。ただこれナイトを盾にしてなんか引き出して攻めとるねとかしたいですね。オッケー、でかいでかいでかい、来た、それは来たっすねこれ。来た来た、勝つメガゴに勝ったら、いやいい
これはいいよ。エレキ、オッケーオッケー。いや、これポイズン打つか迷うけど、打っていいな、これは。これベビー、ババも出てくるんで。さあ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 。いや、いいポイズン、さすがに。オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ、こっからですね、相手ババ小屋を切って、ナイト、メガゴ。あと1枚かな、あと1枚でババ小屋回るのかな。ナイト、メガゴ、エレキしか見てないです。タルババとか見てないですよね。ポイズンも切ってない。さあさあさあ。これキングギドしましょうか。オッケー。これさえできればね、もう勝ちなんですよね。さあさあ、こっからナイトスケラ行きましょうか。うお、それうまい。ちょっとうまい、それ。ベビーで勝って、メガゴ来たらアイススイズ。いや、エレキかな、頭。うん、まあいいや、別に。さあ、キング起動してるからね、もうこっちは超有利ですからね。さあさあ、いいよ、いいよ。これちょっとなんか手札が詰まっちまってるんで、スケラ打っちゃいましょうか。エレキ、いや違うな、メガオかな、メガオからのタルババとか。うん、まあポイズしましょうか、普通に。さあさあ、で、ここで、ボムタワーをここら辺に置いて、ほんでもって、リクと、あと、スケラ受けも兼ね、後ろから入ると。いや、スケラ打てないでしょ、これ。ワンチャン逆サイ効きますね。そうですね。まあ、ここはでも、あとタルババだけやっちゃって、さあ、スケラー。いやー、来ました。これはいいでしょう。で、あとエレキが来るぐらいなんで、ポイズン出してあげて、オッケー、完璧ですね。にょほほほほほ。さあ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 。さあ、いいよー。オッケー。あー、トークンが余ってるんだと、もったいね。ちくちやべえ、俺これよくねえわ。スキップしちまうのマジでよくねえ。どこのデッキかわかんないですね、これ。これでも、いや待って、これわかんない。いや、申し訳ない、これ。あと確認しましょう。さあさあさあ、ここはどうしようかな。でもこれね、海外だったと思うんですよね。ノバと SK が人技だったんで、これ多分、チームケソとかじゃないかな。クエソかケソかわかんないですけど。タルババ。うわ、ミラー対決来た、伝説のミラー対決だ。来た来た来た。これ実力 100%。実力 100% で決まるミラー対決来ました。これもう一枚来るんで、ババが出していきます。トリトン。待ってよ。ロイじゃん、マジか、畜生やって。俺引っ張られちまった。引っ張られちまった、俺はこの。スケラ対決とかいうこの罠に引っ張られちまった俺が。あ、畜生最悪だ。マジかや。マジか、やっちまった。エレキ見たところでそう思っちゃいましたね。ここは行かなくていいな。OKOK。これ、ベビー咲いたんでメガゴスケラいけますね。いや、これ多分タワー折れますよ。俺の予言が。予言が正しければ、ライト防衛かな、ワンチャン。いや、そうだよね。折れるよね。いやー、来ましたね。さすがにエリと手札が完璧でした。さあ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 。いや、これワンチャンキング？キング、キング、キング？いけるぞ、いけるぞ！あー、ライトボーイ来ました。さあさあさあ、これ熱い。これ熱い。さあ、ここでタルバが来るんで、ないと俺は先に出して拾っておく。来ました。よしよしよし。最初怪しかったな、俺の動き。いや、無敵無敵。さあ、ラスト。どんなデッキ？ポノス来い、ポノス。おー、ファブ！このデッキ一番弱い。このデッキ一番弱いんですよ、マジで。いや、もう俺がね、この8個の中でダントツで下手くそなデッキっすね。さっきまでね、さっきまで世界一上手かったって。俺自分でやっぱ26デッキって何でも勝てるじゃん、みたいな。あるあるじゃないですか。なんかさ、大型とか使ってさ、26とか、ウォールブレイカーに負けた時に、いや、こんなん何でも勝てるやん、みたいな。ちょ、まじ、貸してみみたいな。なるんですよ。なんですけど、使ってみたら、あんこうまくいかないってなるんですよね。そうそうそう。じゃあこれメガナイトスケラですね。メガナイトスケラはやべえけど、ホグでキング起動さえできれば、オッケーオッケー。これを、大砲を先に立てとくんですよ。で、いや、いい。しかもハンター先行、ハンター先行しろ。いや、でもいいっすね。これ、キング起動しましたね。完璧。あー、ノーダメキング起動、ありがとうございます。さあ、ここでしかも、
相手は手札が死んでいる。さあ、ここ。で、相手雪玉だったんで、これ頭に何か来るんですよ。なんで、スケタしてあげます。これ、ウッドまでいっちゃいましょう。オッケー、完璧じゃん。え、完璧すぎん。やばいやばいやばい、うまい。さて、俺ちょっと待ってください。いいっすか、皆さん、皆さんいいっすか。これ世界一うまいかもしんない。俺世界一うまかったかもしんない今の。さあ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 待って待って待って、ユアの疑惑でしょ完全に。これ竹取ってからアイスピン投げてあげることによって真ん中ら辺で止まるんですよこれ。オッケー、いやうまい、待って、はい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 、これ多分俺世界一うまかったっす今。俺キング起動してるんで、アイゴレ、ブラフアイゴレいっちゃいましょうか。これなんか出てくるかな。で、ここでほぐ。あ、諦めか、諦めくるか、諦め TV、 諦め TV 来た。26ほぐでメガナイト諦めさせる男、ライキジョーンズ。さあさあさあ、やっぱ半端じゃないんですよねこの男、この男半端じゃない、半端じゃない男。さあ来ました。いやー、さすがにうますぎた、うますぎたなーこれ。ノーダメキングキド半端じゃねえなー。さあグッドゲームと。さあ行ったところで、オッケーオッケー、完璧ですね。よいしょ。あのね、メガナイトあれ、ちゃんとね、あの、キング起動させるときに、1コスを、大砲が壊れる前に出すっていうのが大事なんですよ。そう。で、出さないと、大砲が壊れる、この次の攻撃で壊れるっていうぐらいに出さないと、メガナイト割とね、すぐ建物、あの、タワーだけど飛んじまうんでね。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、チャレンジこれやってみてください。もう皆さんがね、やっぱプロチームのね、一員になれるね、まあ、チャンスなんでね、はい、皆さん、ぜひ、楽しんでやってみてください。ということでね、今日はこの辺で終わりです。またね、もしよければ、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。終わります。バイバイ。